スズメバチ仮面ヒロポン参上ということでね、あそこにいるのはオオスズメバチちゃんですね。どうやら女王ちゃんですね。2個体樹液吸ってますね。樹液を美味しそうにチュルチュルしてますね。酒場ですね。おお、ハエに怒ってますね。ハエにブチ切れてます。ハエにブチ切れてますな。いや、去年ねここでオオちゃんさんとねよくオオスズメバチちゃんをね観察してたんでね、いますな。やっぱり女王ちゃんが出てきてますね。うれくれね、こうやってね春先にね樹液を舐めることによって、ね、お腹をね、満たして冬眠のね疲れを癒すんですね。冬眠の疲れを癒すと同時に卵巣を発達させて、でね、卵を埋める状態にすると、でね回復して卵を埋める状態になったらね、一気に巣をね作って、その中に卵を産んでね、巨大な巣をね作るわけですね。オオスズメバチちゃんね、オオスズメバチちゃんはね最大500匹ぐらいのね、巣を作りますからね。ハエをざったがってますね。ハエを追い払ってます。オオスズメバチちゃんとオオスズメバチちゃんね、どっちもおそらくね、おそらく女王ですね。で同じ巣かな、近いところにいるからといって、まあ絶対に同じ巣とは限らないんですけど、おそらく同じ巣じゃないですかね。ここはね、ここは近くに巣があったと思われますから、まあね、オオスズメバチ女王ちゃん同士なんでね、栄養交換とかはそういうのは見られないですね。口を近づけてねチュッてするね、チュッてして、それでね、チューをするようなね働きバチちゃん同士でね、まあどっちもね女の子ですから、レズなんですけれどもね、レズでキスをする、その行為をね、ユリですね、ユリカップルみたいな感じなんですけどをするのね、まあまああれはねスキンシップでも何でもなくて、ただ単に吸った樹液を仲間内で分け合ってるんですね。まあね、栄養交換の一種と言ってもいいのではないでしょうか。栄養交換っていうのはね、主にね、幼虫におお追い払った、追い払った、喧嘩した喧嘩した。やっぱり同じ巣でも女王ちゃん同士はこうなるんですかね、それとも違う巣の住人なんですかね。あっちの女王ちゃん逃げていっちゃって、こっちの女王ちゃんが、樹液酒場で独占してますね。いやーすごいの見てね、どっちもベスパマンダリニア様ですね。ほら負けた女王ちゃんはちょっとね悲しそうですね。クシクシしてますな。こっちの女王ちゃんはねガブガブ食べてますね。ガブ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 してますね。いやかっこいいですね、オオスズメバチ。オオスズメバチの女王ちゃんですね。お、なんか追い払っとる、なんか追い払っとるぞ。ハエかな、ハエがうざったいのかな、女王ちゃんね。お、上の女王ちゃんね、懲りずに来ましたね。あ、でも向こう側でうろちょろしてるね。やっぱりここにね強い方がいるからね、うかつに近寄れないんですね。いやーすごいもん見れましたね。追い払いましたね、ガブッと行きましたね。たとえね蜂はね姉妹であってもね手加減はしませんからね。まあ共同で演奏したりする、アシナガバチとかもいますけど珍しいですからね。うん、女王同士でも同じ巣のね、仲間であってもね、敵とみなしてやることもありますからね、気をつけてくださいね。